メジャーデビューの頃のベイブルース、レッドソックス時代は主に投手として活躍し89勝を挙げた。この一覧は、メジャーリーグのアメリカンリーグ東地区に所属する、ボストンレッドソックスの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に挙げた。なお、 レギュラーシーズン及びポストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。ボストン・レッドソックスは1901年に創設されたアメリカンリーグにボストン・アメリカンズとして加入。1908年に現在のボストン・レッドソックスとなった。創設初期は競合球団であった。1903年にこの年から始まったワールドシリーズに勝利し、初代王者となった。 1918年までに6回リーグ優勝を果たすと中止になった1904年を除きすべてワールドチャンピオンとなっている。しかしベイブルースの放出を境にチームは低迷1946年までリーグ優勝すら遠ざかってしまう。その後は2003年までに10度のプレイオフ進出を果たすがワールドシリーズ優勝は叶わなかった。 念願の優勝を果たしたのは2004年。前回から実に86年ぶりの快挙であった。その後2007年、2013年、2018年にもワールドシリーズ優勝を果たしている。判例、ありがとうございます。